体重計が欲しいなっていう合ってる体重計が欲しいなって。軽いめっちゃ軽いですっていう心境です。じゃあ現在自分の体重分かってますか？分かってます。ちょっとその中で明日は計量を聞いて。そうですね、ちょっとどっかで体重測りに行きたいですね。大丈夫なんですか？あ、でも全然、まあ、コンディション的にはこんな感じかな。今試合は、今までもやってこられてると思うんですが、ライジンっていう大会を初めてやったと思うんですが、はい、それについてはどうですか、心境的なものは。ドキドキ半分、楽しいかな、楽しい半分です。ドキドキっていうのはやっぱあの大きい会場でもありますし、いつもとは違うところでやるっていう、うん、そうですね、情って言ったら情報です。対戦相手、情報などは入れましたか？そうですよね、普段からあんまり研究がっちりする方ではない？しないです。あくまでも自分のスタイルで。そうですね、自分のスタイルに持っていけた時が一番強いので、持っていけるように対戦相手も空手ベースということですけど、その辺は見えそうです。そうですね、自分は空手半分、柔道半分みたいな、今ちょうどその辺なので、空手だけじゃなくて MMA をやりたいな。 MMA をやりたい、いろんな技を出していきたい。打撃当てて、踏んで投げて決めるっていう。で、女子の試合がまあ、たくさん組まれていて、注目度も世界でもそうですし、日本でも上がっていると思いますが、その点はどうですか？そうですね、大チャンスだと思ってます。地上波テレビで流れるっていうことももちろんあると思うんですが、はい、ただただ自分にとって天気のチャンスでしたね。今まで積み上げてきたものを見せるチャンス、はい、今現在の目標ってありますか？どうなっているの？現在の目標は今回勝つことをグランプリに、よく言えば大晦日までって感じです。大丈夫で出ていきたい。そうですね、この女子の試合だったり男子で、気になる試合ってありますか？元エム選手とブリッジ選手。女子の試合は気になる？女子の選手はキング選手の試合が見たいです見たい、楽しく見れそうな。ありがとうございます。質問ある方。お子さんとか育児とか並行しながらの練習調整とかできましたか？そうですね、最後はもう本当に主人の協力を得て、育児と交代な感じで、仕事、自分が仕事として育児、家事を手伝ってもらったので完璧に調整できたんではないか。地元から応援にたくさん来てくれたりとか、テレビ見るとかって声とかっていうのは。そうですね、地元からは2社バスが出て、応援のバスが出てくれて何人ぐらい来るのかわかんないんですけど、全部今回お任せしてるので、はい、結構たくさんの方が来てくれるそうです。今までの試合とは周りの、注目の伝え方とかっていうの環境とかっては違う感じですか？あ、でも結構地方なんで、なんかいつも通り、あ、先生また試合するんだみたいな、え、でテレビ出んのみたいなそこに驚くみたいな、まあ、あんまりそこまでじゃないですけど、実はすごい人だったんですかみたいなまだかみたいな感じです。関係ない質問になってますけど、髪の毛の色って桜を意識して？もちろんですコスチュームちょっとピンクじゃないんで、自分基本がオレンジカラーなので、ちょっとここにしか入れるなやっぱ今までの試合の前ってそういうふうに、まあ、どう見えるかみたいなところ意識されたりしますか？
今回アピールしたいというところがそうです。やっぱり地上波、広島出身なのでやっぱり自分の試合を見てもらえることがあんまりなく、あまりというかなくて、そういった面でも親は不安だろうと思うんですよね、格闘技なんかやってる。そういう恩返しっていうか、その自分の試合を見せれるっていう舞台であるので、やはり今までとは違ったことも気にしますね。何かあるかと言ったんですか。大丈夫でしょうか。